球の日韓戦、今後定期的になるかもしれない。韓国側では反省して再び跳躍するために、日本との代表定期戦を多角的に推進したいと考える向きがあるようで、ワンランク上のレベル差を受け入れ、交流戦を通じて日本野球から学びを得るためだと理由を挙げている。さらにスポーツ庁戦はシーズン前後はもちろん、シーズン中の交流戦も検討中だ。シーズン中の代表チーム招集が難しいことを考慮し、日韓プロ野球界によるオールスター戦も模索しているようだ。今はまだ提案程度の段階で、今後日本側に意見を求めていくというと伝えた。アジアシリーズでコリロや、日米野球やってよ。韓国が弱いと盛り上がらないからな。メリットなくて草。ほなら台湾も混ぜてやれよ。まさなお日本でも視聴者多層やろこのイベント。電通あたりが食いつかないかな。昔アジアシリーズってのがあってな。もっと世界に広めるためにはプロ野球間の交流は必要だよな。日米でワールドシリーズやろうって言われたアメリカの気持ちがわかるわ。日本台湾も入れて三国交流戦ならええで。仮にやったとしてもおそらくそこまで盛り上がらんと思う。まあ盛り上がるしええやろ。野球の試合なんて多ければ多いほどええ。日韓戦は勝っても負けても気分悪いんだ。やらないでほしい。日本側からすると雑魚狩りするだけでメリットないやろ。適当なルーキーで十分やな。台湾も混ざるなら賛成や。なんか日本に対するメラメラとした投資が消えてしまっているような気がする。若者の間で反日が減ってるらしいで。そうだよな。イ・ジュンフなんて岡本のインスタに突撃して兄さんとか呼ぶくらいだし、大谷も韓国で人気あるみたいだし。まあ普通にいいことなんやけど、イ・ジュンフ草、波長があったんか。レベルを上げたい韓国側と代表ビジネスしたい日本の思惑が一致すれば普通にやってもええんやない？サッカー以上にレベル差があるのに盛り上がると思うか？毎年強化試合やってるけど普通に客入ってるじゃん。去年のオーストラリア戦とか、面白いからやってくれ。アジアシリーズはまたやってもいいと思うけどな。シーズン中にやるのはあれだけど、メジャー組が参加戦やろうから結局微妙な盛り上がりになりそう。今回だって大谷ヌートバー抜いたら微妙やろ。台湾は入れないと嫌だわ。アジアシリーズの二の舞になりそう。